ドン・スティーブン・セイナーナーヤカは、セイロンの政治家。セイロンの初代首相であり、スリランカ建国の父とされる人物。第二代首相ダッドリー・シェルトン・セイナーナヤカは長男。セイナーナヤカ家の家族写真1883年10月21日、イギリス領セイロン南西部の実業家の三男として生まれる。父ドン・スペーター・セイナーナヤカは、黒園採掘で財産を築き、 さらに自身でプランテーションを経営していた。実家は経験な仏教徒の家庭であったが、彼自身は英国国教会系の名門校であるセントトーマスカレッジムトワル校に入学した。学業成績は特に良いわけではなかったがクリケットが非常に得意で、在学中にはロイヤルトミアンにも出場し、クリケット選手として複数のチームに所属した。大学卒業後は、 測量局で見習いをした後、兄と共に父の会社経営を手伝っていた。特に彼はプランテーションを中心に経営し、ゴムなどの新しい商業作物を自身の農園に導入した。また、長兄の保有する黒園鉱山の経営も担っており、その関係で1914年には政府派遣の黒園採掘調査団の一員としてマダガスカルへ派遣された。 初期の政治活動大学卒業後、セイナーナーヤカは二人の兄と一緒に、後の独立運動につながる政論の禁止運動に参加した1914年に第一次世界大戦が勃発し三兄弟はコロンボ時計団に入団したが、1915年に発生した暴動の際に逮捕、収監された。当時の政論総督が先日の禁止運動を、 反政府運動として認識していたため、彼らは処刑の危機に直面した。結果的には46日間の習慣の後に保釈され、そのまま不起訴となった。暴動に対するイギリス本国の弾圧は、教育を受けた中産階級による独立運動を生むこととなった。セナーナー,ナーヤーカは、時系フレドリック・リチャードが結成した政党に長兄と一緒に入党し、 兄たちと一緒に独立運動を参加していた。しかし、当時は兄の活動の支援が中心で彼自身が活動を主導することはなかった。国会議員時代1924年、セーナーラーヤカは立法評議会議員選挙に日本母選挙区から立候補し、無投票当選で選出された。そして、翌年1925年に、 兄のフレデリック・リチャード・セーナーナヤカがブッタガヤへの巡礼中に死亡した後は彼自身が独立運動を主導することとなった。議会では特に農業、土地、灌漑政策を中心に活動し、植民地的な政策に対して疑問を投げかけた。具体的にはスリランカ鉄道の運営費やダム建設の遅延に対して疑問を提示、ベラデニア大学の創設を提唱した。 そして、1931年、ドナモア憲法によって設置された国家評議会議員に、自身の政党政論全国会議の代表として選出され、第一次組閣において、農業、土地大臣に就任した。1936年、第二大政論内閣農業、土地大臣時代農業、土地大臣としてセナーナーヤカは、政論の農業問題に、 効果的に対処するために土地開発条例を制定し、正論の米問題に対処するための農業政策を導入した。この政策によってセーナーナーヤカは多くの人々の尊敬を集め、1936年に再選されてから15年間大臣を務め続けた。また、農業近代化プログラムという政策を実施し、農業生産性の向上に取り組んだ。 その他にも、共同組合の拡大、正論銀行の設立支援など、数々の政策を行った。また、1938年には、動植物保護条例を導入して、ヤーラ国立公園を設立した。1940年、内務大臣の要請に従うことを警察長官が拒否したことから生じた総督との激しい議論の結果、セーナーナーヤカは、農業、 土地大臣を辞任し、他の大臣もこれに続いた。その後、総督との和解がなされ、セーナーナーヤカの辞任は取り下げられた。第二次世界大戦中、コロンボ系馬場から離陸するイギリス空軍爆撃機、ブリストレブレニム第二次世界大戦中、セーナーナーヤカは、農業、土地大臣及び、正論戦時評議会の議員として、食料供給と管理において、 積極的な役割を果たした。また、彼は、セイロンを機械戦で活用された、コロンボレースコースの飛行場化を含む多くの防衛プロジェクトを任された。この間、セイガーナーヤ家は、市民防衛副長官で、セイロンユニバーシティカレッジ学長のアイバー・ジェニングスと、親密な関係を構築した。その後、憲法学者であるジニングスは、セーロンの独立を目指したセイガーナーヤ家の、 憲法改正に関する顧問を務めた。政論初代首相セーナーナーヤ家の前で独立後初の国会開会宣言を行うグロスター校、ヘンリー皇太子1942年12月、セーナーナーヤ家は内務大臣、バロンジャ・ヤキルカの退任により国会議長及び閣僚会議副議長に就任した。1943年5月26日、イギリス政府は 1943年の正論憲法改正に伴うホワイトホール宣言を行い、これにより正論の大臣は彼らの独立運動を止めようと本国の植民地省に要請する総督を迂回して議題を提出できるようになった。セーナーナーヤカは国会の完全独立に関する決議に反対して国会議員を辞職し、代わりに自治領として独立することを イギリスに提案した。1945年にセーナーナーやけは植民地大臣オリバー・スタンリーに会うためにロンドンへ向かった。彼の渡航中にロンドンでは総選挙で労働党が勝利しジョージ・ホールが大臣に就任していたためロンドンではホールと面会した。1946年彼は完全な独立を推し進めるためにに内閣を辞職した。 そして、同じ年に、自治領を支持する、右派政党3つを合併させ、統一国民党を結成した。1947年、インドが独立し、植民地大臣に、アーサー・クリーチ・ジョーンズが任命されたことに伴い、セーナー・ナーヤーカは、ソウルベリー委員会が推奨する新しい憲法を、使用して、彼の訴訟を推進するための新しい窓口を、設置した。 そして、その後の交渉で、英国政府は、憲法改正と自治に関するセイナーナー,ーや課の提案を受け入れた。セイナーナー,ーやカは、正論の独立に関する憲法改正案を国会に提出し、国会は3票の反対を除く賛成多数で議決した。独立に伴う議会選挙は、1947年8月23日から9月20日までで開催された。 これまでずっと無投票当選だったセイナーナーやカもミリガマ、選挙区で対立選挙となった。彼の率いたアンプもエドモンド・サマラコディ率いるインドセーロンビルマ・ボルシェビキ霊人党に対して1万6000票以上の票差をつけて勝利した。アンプは総選挙で過半数を下回ったが、全セーロンタミル会議と連立して内閣を形成することができた。同年9月24日、 セーナーナーヤカは、セーロン自治療総督ヘンリーモンクメイソンムアから、セーロンの初代首相に就任することを要請された。同年11月11日、セーナーナーヤカとヘンリー総督は、セーロンイギリス間の防衛協定、公的サービス協定を含む独立協定に署名し、セーロン独立法は12月に可決された。こうして1948年2月4日、 国会の開会に際して、正論の独立が宣言された。内閣総理大臣としての DS セナナヤケ。首相就任後、セーナーラーヤカは、独立国家に必要な機関を設立する手続きを開始した。ほとんどの機関が存在していたが、貿易、防衛、外交に関しては引き続き、イギリスに依存していた。彼は、騎士の称号を辞退したが、 イギリスとの良好な関係を維持し、1950年には、正論人として、初めて数密顧問官に任命された。セナーナーヤカは、大胆に人口を分散させる計画を立て、ガルオヤ計画によって25万人以上を移転させた。さらに、農業、土地大臣在職中に始めた、農地政策を拡大し、息子のダトリー・セナーナーヤカがそれを引き継いだ。また、 第二次大戦中に急速に拡大した人口と食料を不足に直面して自給自足のために地元の食料生産を増やすことを目指した。アヌラー・ダプラ、ポロン・ナルワなどの歴史的に重要な遺跡の改修も同時期に行われた。また、エネルギーに関しては国内での水力発電の拡大を提案した。1948年に導入したセ論。 市民権法により70万人以上のタミル人が市民権を剥奪され無国籍となった。この法案は、セイロンインディアン会議、シンハラ人左翼政党、全セイロンタミル会議によって議会で激しい反対を受けた。セーナーナーヤカ政権は、セイロン独立後の外交政策を発展させ、諸外国との国交を樹立した。最初に、 コモンウェルスの会員資格を取得した上でた、加盟国との外交関係を確立し、続いて、アメリカ、日本との国交を樹立した。また、1950年1月には、イギリス連邦外相会議を、コロンボで主催し、コロンボプランを設立した。エシェロン広場の CLI の第一大隊を訪問する、セーナーナーヤカ。植民地時代、セーロンは小規模な義勇軍のみ保有し、 防衛はイギリス軍が行っていたが、セイナーラーヤカは陸軍崩壊軍航空軍法を導入してスリランカ軍を創設した。セーロンは独立の際にイギリスと安全保障協定を結んでいたため、イギリス軍はセーロン領内の基地を引き続き保有し、スリランカ軍はイギリス軍から訓練と武装の支援を得た。首相在任初期セイナーラーヤカは 多くの左翼政党からの反対と批判に直面した。また彼は就任後すぐに内閣の最有力メンバーの一人であり、党内最大派閥のリーダーである、ソロモン・バンダラ・ナイケと対立に直面した。バンダラ・ナイケが自分の政党新原マハサバ党を率いて、アンプに加入した1947年当時、セイナーナーやカハジキに政界を引退して、 バンダラナイケに政権を引き継ぐと思われていた。しかし、セーナーナーヤカが一向に引退しようとしないのに加え、1951年に彼が取った強硬的な民族主義政策に対して、バンダラナイケが反発。バンダラナイケは内閣を辞職した上で、新原マハサバ等を解散し、新たにスリランカ自由等を設立した。対してセーナーナーヤカは、バンダラナイケが掲げていた。 保健政策及び地方自治体政策を引き継ぎ、その後の数ヶ月間議会の休憩に対抗した。1952年3月21日金曜日、セーナーナーヤーカは皇帝のあるテンプルツリーから少し離れたゴールフェイスグリーンへ日課の乗馬押しに行った。彼はアイバチトラに乗っており、数名の騎馬警官と警視総監のサー・リチャード・アルイ・ハレなどが随伴していた。 そして、馬の足並みが、駆け足からギャロップに変わったその時、突如として、セーナーダーヤカが落馬した、脳卒中の発作だと考えられている。彼は病院へ搬送され、そこで32時間の間意識を失っていた。彼は、セイロンの上級外科であり、世界保健機関の医療ミッションの一環として、セイロンを訪れていたマニトバ大学教授チームである。 MVPP リス医師によって治療された。神経外科医のサー・ヒュー・カーンズ医師を正論へ派遣するため、英国首相、ウィンストン・チャーチルは、イギリス空軍ヘイスティングスを出動させた。しかし、3人の医師と2人の看護師を加えた、イギリス空軍機が離陸に向けて、タキシングをしていたとき、彼らは、病状が悪化しており手遅れだという知らせを受けた。さらに、 インドとパキスタンから二人の脳神経外科医がコロンボに到着したが、それも手遅れだった。セナーナー,アーヤーカは、1952年3月22日午後3時30分に死亡した。彼の遺体は、テンプルツリーで安置された後、翌朝国会議事堂へ運び込まれた。そして、その死を痛む50万人以上の人々が、国会議事堂を訪れた。彼の国葬は、 コロンボで行われ、約3万2000人が参列した。セーナーナーヤカは、動物の世話を好み、象豚、牛、犬など数多くの家畜やペットを飼っていた。また、熱心な園芸家でもあった、彼は、卵を栽培し、通常はスーツの襟に卵を刺していた。1910年には、コロンボ市議会議員の娘であるモリー・ドゥヌーイラと結婚し、マニニ西を設けた。 長男のダットリー・シェルトン・セイナーナーヤカは、父の役職を引き継いで、セイロンの第二大首相となり、その後も二度首相職に就任した。ありがとうございます。